始まりました。水の神殿修羅場の巻き込み、スノーコで勝つことができるのか。ここで鬼が出てくるんですけど、マーリンいい位置ですね。じゃあ俺は右を狙ってきてほしいんですけど、さすがですね。どっちかっていうとルシファーはアルダルハさんの前になってくる。そこでできれば水道風呂がここで入るので、エルフェで下の2体を倒すしますね。はい、マーリン意味なくなりましたね。キラー持ってるんですけどね、ベルフェーゴールさんは。さあここでどうするか。さあここにキラーを発揮するか。1体が限界ですね。じゃあまだ4ターンあるので、ここまず先に五稜が鬼を保管で倒します。ルシファーは盾貫するかと思いきや、よく迷う盾ですよね。ここでベルフェーゴールが右に入れてくる。ここで左のハートを落として右の枠に入れていきます。そしてルシファーが挟まったところで、ゴリオは回復して一旦退場。素晴らしいですね。チャンスバトルが出なかったっていうのはちょっとショックですね。ここでできれば絶対引き立ってほしいところ。キラー乗ってるので余裕ですね。この周りの間に入れば難しいリスナーが入ることができない。状態でステレオの方が左に行った。あと横殴り、できれば入れて欲しかったですね。ハートは取らない。次でダメージが大きいんですが、 X レーザー予知していたのでダメージを受けてないという状況。ここは見ます。ここで鬼が復活してしまったので、ルシファーは鬼を狙いに行くがシールドに気づいていないのか。まあ阻まれますよね。スカイダイブとかですね。ちょっと待って、できるのか。入らない。
스킬만 2를 뽑을 것 같아.